8月22日の午前9時の時点ですね。40ノットにまで、25日午後3時の時点で北海道に上陸してますね。中心気圧は99ヘクトパスカルです。台風速報。台風速報の時間がやってまいりました。まず、ウェザーニュースさんのですね、最新情報からですね、現在時刻は8月20日、金曜日のお昼12時27分48秒になったところなんですが、今しがたですね、フィリピンの東の海上ですね、このように熱帯低気圧が発表がウェザーニュースさんの方からされました。早速、ウィンディーで見てまいりましょう。台風速報。ご覧いただいているのはですね、グローバルフォーキャストシステムの気象モデルをベースとする GFS モードです。8月20日夜10時のコンピュータグラフィックス画像ですね。ちょっとね、わかりづらいと思うんですが、確かにフィリピンの東の海上、今ちょっとね、北東方向に移動しているんで、まあ今、8月21日土曜日のお昼になったところなんですけれども、すでにですね、この最大風速17メートルのところも出てきているような状態です。これがですね、台風12号、オーマイスになる可能性が極めて高い熱帯低気圧であるということが言えます。8月22日日曜日の午前9時の段階で、先島諸島に最接近してますね。おそらく、先島諸島を通過してですね、近海を。今ところですね、周辺の最大風速17メートルに達しているところもありますね。赤い区域ですね。赤い色のエリアは風速17メートルに達しているところもあるんですが、8月23日月曜日の朝9時になると向きを転向してですね、若干北北西の方へ向きを変えながら、わかりますかね、これ。熱帯低気圧が北西の方向に移動しているんですが、等圧線、円形の等圧線は見えません。ただですね、やはり最大風速が16メートル前後の熱帯上乱とも言うべきですね。気流の渦が日本海側をですね、北東の方向に移動し始めてます。北東の方向に移動し始めて日本海ですね。等圧線の幅が若干くっきりしだしてきてますね。8月25日水曜日の午前3時に入ってますね。赤いエリア、最大風速18メートルのところも今ありました。8月25日水曜日になるといよいよ等圧線もくっきりしだしてきて、25日午後3時の時点で北海道に上陸してますね。中心気圧は99ヘクトパスカルです。8月25日から8月26日の木曜日に入った段階で、北海道地方を北東方向に横断してですね、ここから北東方向になおも進みながらですね、北方四島の北側を北東方向へ上がっていっている台風12号オーマイスの姿をご確認いただけると思います。海域はですね、カラフトサハリンの東の海上、オホーツク海に入っていますね。オホーツク海に入りながらもなお8月27日金曜日の朝8時の段階で中心気圧が99ヘクトパスカル39でカムチャツカ半島に向かっているこの台風12号オーマイスの姿をご確認いただけるでしょうか。まあこれが台風12号オーマイスになるかどうかはわかりませんけれども、等圧線のこの円形ですね、円状の等圧線がはっきりと押している状態です。ただ周辺の気圧がね、周辺の最大風速が弱いので、もうこの段階で熱帯低気圧ないし温帯低気圧に衰退して衰えている可能性が非常に高いということですね。8月28日土曜日の午後7時になるとですね、オホーツク海のあたりでほぼ停滞しているように見える台風12号、オーマイスないし熱帯低気圧か温帯低気圧ですね。もうこのあたりになると日本列島の影響ほぼ皆無であるというのが言えるんじゃないかなということですね。中心気圧は994ヘクトパスカルで、オホーツク海に、ほぼ停滞しているような状況になって
ています。これがウィンディの GFS モードですね。一番先は8月29日日曜日の午後10時、夜の11時までの一連のですね、台風12号オーマイスになる可能性を極めて高い熱帯低気圧の進路予想をご確認いただきました。でね、この台風のね、台風というか、もし台風12号オーマイスに発達するならの話なんですけれども、この熱帯低気圧のこの移動が、まあ、どうにかこうにか確認できるのって、ウィンディの GFS モードだけなんですよね。再び時刻を8月20日金曜日のお昼に戻して、今度はヨーロッパ中期オフセンターですね。ヨーロピアセンター4ミディアムレンジ、ウェザーフォーキャストの ECMWF モードで再生をしてまいります。で、やっぱ同じところにね、つまりフィリピンルソン島の東の海上に、非常に弱い熱帯低気圧らしき、このですね、弱い熱帯上乱の気流の渦は見えるんですけれども、まあ、GFS モードほどはっきりしていないというのが GFS モードと ECMWF モードの大きな違いということになりますね。でね、なんか気流の渦らしきものがこの日本列島の東シナ海からですね、まあ、日本海側に上がっていくんですけど、GFS モードのようなはっきりとした等圧線は描きません。カーレン中国大陸から北東方向に進んでくるですね、この等圧線の方がまだくっきりしてるんですね。そしてこれ台風じゃないと思うんですけれども、やはり日本海側へ抜けていく、この中国大陸から抜けてくる等圧線というのを見ることはできます。ただ、日本海側をですね、北東方向に進んでいく台風12号オーマイスらしき等圧線というのは、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースする ECMWF モードでは確認できないと。いうのがですね、GFS モードとの一番大きな違いかなということになりましょうか。ただね、ウェザーニュースさんの方でも正式に熱帯低気圧が発達していますよというのを正式に発表しているわけですから、これはですね、まあ熱帯低気圧は間違いなく発生している。発生しているというか、まあ、あるというのが、間違いない見方なんじゃないかなということになりますね。だから消えてないんですよね、熱帯低気圧は。まあ、気象庁の方ではね、台風情報を発表していませんということで、熱帯低気圧の情報もですね、このように発表していなかったんですけれども、まあ、熱帯低気圧は消滅はしていなかったというのが、一つの見方なんじゃないかなと思われます。まあ、米軍だけはね、この熱帯低気圧っていうのはずっと表示し続けてますから、やはり熱帯低気圧は消滅せずにしぶとくですね、フィリピン海のフィリピンの東の海上に残り続けたということですね。三度時刻を8月20日金曜日の午後1時に戻して、ドイツ気象局第一ウェーターディンズの気象モデルをベースとするアイコンモードに切り替えて再生をしてまいります。やっぱり同様にですね、非常に弱い熱帯上乱ですね。熱帯上乱というのは、この熱帯低気圧ではなくてですね、この等圧線の中心がはっきりしない、この気流の乱れというのが、まあ、活発な対流活動というのが、熱帯上乱というふうに言われているんですけれども、ヨーロッパ中期予報センターの ECMWF モードと同様にですね、GFS モードのように、はっきりとした等圧線には発達してこないままですね、一番先の予報。8月24日、火曜日の午前9時までの一連のですね、予報を見ることができます。ウィンディのまとめなんですけれども、この台風12号、オーマイスの卵らしき、熱帯低気圧のこの姿ですね、はっきりと確認できるのは GFS モードだけでしたという結論になりますね。ですから、日本海に移動していくルートをたどるということですね。この弓状っていうんですかね、時計回りですね。で、フィリピン海の海上から時計回りにこうぐるっとこう移動するこの軌跡を描くのがフィリップウィンディの GFS モードということになります。あまり大きなですね、強い勢力の台風には発達しない予報になっているので、まあ安心なのかなというところではあるんですが、やはりですね、暴風域に入るところですね、やはりこの南西諸島の先島諸島ですね、あと沖縄県もそうなんですけれども、九州地方とかですね、中国地方の北側の地域のお住まいの方はですね、注意が必要、警戒をされるべきかなというところが結論になります。 ECMWF モードですね、この気象モデルのベースとなっているヨーロッパ中期予報センターの公式サイトも見てまいります。
週間予報ですね。10日間予報になります。8月の16日の午後9時からですね。一番先、8月26日の午後9時までの10日間の予報を示しているんですが、これは東アジアとインドネシア地域ですね。日本列島の南の海域、太平洋とフィリピン海を表しています。中央に見えるのはフィリピンなんですが、台風12号、オーマイスの卵らしき熱帯低気圧というのは一切現れてこない、この気圧配置の移り変わりをご確認いただけるでしょうか。台風速報。米軍のジョイント台風ワーニングセンターの気象衛星画像になります。この米軍のですね、合同台風警報センターだけがずっと熱帯低気圧の発生を発行し続けていた唯一なのかどうかわかんないですけど、もっとね、気象機関は他にいっぱいあるんで、ただ唯一熱帯低気圧の消滅を発表していなかった気象サイトが米軍なんですよ。私が確認した限りですけれども、最終警告まで出したんですが、結果的にですね、トロピカルデプレッション、熱帯低気圧ですね、この16はワーニング30回目の警告まで出しています。最終警告を出しながら、その後も継続しているということですね。アビリーピエイテッドパシフィックウエスト、北太平洋地域ですね。衛星画像の発光時間、一周タイムを見てまいります。8月20日の午前3時ですね。19日の18時00ズールですから、本日20日の午前3時の時点の衛星画像ということになります。トロピカルデプレッション16ウエストがここに表示されています。ウェザーニュースさんが発表された位置とドンピシャ、ピタリ一致しますね。フィリピンの東の海上にこの熱帯低気圧の雲の画像があります。それでは早速 TC ワーニンググラフィックから見てまいります。トロピカルサイクロンの進路想図ですね。ここにトロピカルデプレッション16ウエスト16ワーニング31回目の警告文が表示されています。この警告文の見方なんですが、トロピカルデプレッション熱帯低気圧16、これは米軍の固有の続き番号ですね。WTPN31、 これはですね、ワーニングトロピカルサイクロンパシフィックノースの意味で、北太平洋の熱帯低気圧の形成警報という意味です。で、この31というのはですね、これは米軍の通信で使用されている番号ですね。 PGTW、これはパシフィックグアム台風ワーニングセンターの意味で、グアム台風警報センターということですね。で、この表記されている時間、これは20日の03時00ズール本日ですね、プラス9時間で10時、20日の03時、午前10時の発行時間ということですね。ムービング、その前に、20日の00ズール、00時00ズールですから、8月20日のですね、午前9時ですね。ポジション1。これが、北緯 19.0 度、東経が 130.9 度ということになります。この位置をですね、ちょっとこれ31回目の警告なんですが、Google マップでちょっと出したんですよ。で、この出した位置というのは、これはですね、前回の警告ですね。30回目の警告の位置なんですが、そんなずれてないんで、もうこれでいっちゃいます。例に習ってですね、沖縄県糸満市の最南端ですね、にある荒崎岬の海岸線、こっから測ってます。この熱帯低気圧がある位置なんですけれども、フィリピン、ルソン島の東の海上ですね。沖縄県糸満市の最南端から、962.02キロ、597.77マイル、ほぼ南南東の位置ですね。南南東の位置に、熱帯低気圧がある。というのが前回、30回目の警告文の位置でした。今ちょっと変わってるんですが、31回目なんでね、ただそんなに大きく移動はしていないはずです。ちょっとまたね、Google マップいちいち計算して出すと、ちょっと動画の編集めんどくさくなっちゃうんで、とりあえず30回目の位置を確認していただきました。ムービングですね、ムービング、290デグリース。これはですね、移動の方位ということですね。前回はね、300度だったんですが、290度に変更になってますね。290度はどういうことかというとですね、これは西北西ですね。西北西の位置が 292.5 度なんで、290度はもうほぼ西北西の位置に移動している、西北西の方向へ向かって移動しているということです、現段階では。で、
まあ、このね、進路想像を見ていただくと、大体天候、まあ、台風の移動の方向が変わることを天候って言うんですけれども、大体そうですね、22日の午前9時、ですから、南西諸島の中間、沖縄県と石垣島、先島諸島の中間あたりに来たあたりからですね、台風の天候が行われて、この進路の方向、まあ、進路予想ですけれども、進路の方向を大幅に変える、この米軍のですね、進路予想図が示されています。マキシマムシグニフィキャントウェイブハイト。マキシマムシグニフィキャントウェイブハイト。ここですね。これはですね、14フィートと出ていますが、最大遊戯波高ですね。波浪に関する波の高さのことなんですが、12フィートをですね、メートルに換算すると 3.65 メートルという高さになるので、一つの目安として、ご確認をいただければと思います。で、やっぱり心配なのはね、ここなんですよ。台風が天候を始める、とも、南西諸島とですね、沖縄県の中間、完全にですね、暴風域に入っている8月22日の午前9時の時点ですね、40ノットにまで発達しています。まあ、マックスはですね、8月21日のですね、午後9時の45ノットなんですが、じゃあまずこの45ノットから計算をしてまいりましょう。8月21日の午後9時にはですね、最大風速毎秒 23.13 メートルです。ですから、それほど強い勢力の台風12号オーマイスには発達していないんですが、やはり暴風域に入る、この沖縄県と石垣島にお住まいの方はですね、十分に警戒が必要であろうということです。そして22日の午前9時ですね、40ノット若干衰退していますが、最大風速毎秒 20.56 メートル、ですから、やはり台風としての強さはギリギリ保った状態でですね、この南西諸島と沖縄県、南西諸島と先島諸島、南西諸島の中間を北上して抜けていくという進路層になってます。そして日本海側へ抜けていく。これはですね、先ほどご覧いただいたウィンディのですね、GFS モードの進路予想図とぴたり一致しますね。これが米軍の最新情報になります。台風速報。アース、ミンドマップですね。ちょっと久々なんですが、こちらの最新情報も見てまいりましょう。と時刻がですね、2021年8月20日、本日の12時ローカル。ですから、お昼の時点のこの気流の渦の位置を表しています。座標の位置なんですが、北緯 19.05 度、東経が 130.40 度となっています。つまり、この位置が、熱帯低気圧、ウェザーニュースさんが発表した熱帯低気圧、気圧のある位置ということになるわけですね。で、こちらも Google マップで出しました。この位置になります。日本列島があって、例に倣って沖縄県の最南端、糸満市の荒崎岬ですね。この一番南の海岸線からの距離を測っています。まあ、米軍のですね、発行している位置とそう大きく当然変わらないんですが、糸満市の最南端、荒崎岬の一番南の海岸線から 829.55 キロ、 515.46 マイル、南南西のフィリピン海の海上にありますよというのが、この Google マップでお分かりいただけるかと存じます。台風速報。気象庁の予報ですね。現在時刻、8月20日、金曜日の お昼12時50分28秒になっているところなんですけれども、まあ熱帯低気圧のですね、発生情報、ウェザーニュースさんの方では、すでに発表されているんですが、気象庁の方では、台風情報発表していませんと表示されています。熱帯低気圧も含めた台風情報を発表していませんということですね。気象衛星ひまわりの画像もご覧いただきましょう。19日の午前0時30分からですね、本日20日のお昼ですね、お昼の12時までの一連の雲の動きをですね、捉えたものがこの気象衛星ひまわりの画像になるんですが、画面上やや左寄りに見えるのは日本列島ですね。こちらにあるのはフィリピンなんですけれども、やはりこの雲の塊、これが熱帯低気圧になります。まあ、昨日19日の段階ではね、もうほとんどぼやけてて、雲の塊何も見えない状況ではあった
ったんですが、今日の20日に入るとですね、この熱帯低気圧の雲の塊がいいよいいよくっきりと映し出されている、この一連の画像をご確認いただけると思います。続きまして気象庁のですね、天気図も見てまいりましょう。気圧の配図ですね。これは8月19日の午後3時、昨日の午後3時から明日8月21日の午後9時までの、気圧の移り変わりを天気図として表したものになります。中央に見えるのは日本列島ですね。やはりね、熱帯低気圧、こちらの台風情報では発表、まだ発表されてないんですけれども、天気図でははっきりと熱帯低気圧の存在を示しています。20キロの速さで、北西の方向に進んでいるということですね。中心気圧、やっぱ1000ヘクトパスカルを超えているから非常に弱い、中心気圧であるということがお分かりいただけるでしょうか。まあ、先の予報まではね、示していないんですが、やはりこの先島諸島の方に向かって、進んでいるというのが、気象庁のこの天気図でお分かりいただきようかと存じます。気象庁の海面水温実況図ですね。表示時刻が8月15日から、昨日の8月19日までの4日間の予報になります。で、台風12号大間 S の卵になる可能性が極めて高い熱帯低気圧の発生がウェザーニュースさんから発表されたこの位置ですね。大体ですね、このあたり、日本列島のですね、近畿地方の南、それからフィリピン・ルソン島の東の海上、大体このマス目のあたりで、発生しているのが熱帯低気圧であるということがわかりますね。やっぱりね、この海面水温なんですよね。マックスの30度。こちらです。マックスの30度を指し示しているのがお分かりいただけるでしょうか。で、台風12号、大間 S の卵らしき、この熱帯低気圧が移動する方向のですね、海面水温もマックスの30度ではないものの、やはり台風の発生条件の一つである26.5 度以上の高い海面水温をですね、表示しているのがお分かりいただけるでしょうか。まあ、日本列島に近づいていくほどですね、海面水温は低くなっていってですね、本当にこの先島諸島を抜けて東シナ海の近海あたりでは25度前後にまで下がってはいるんですけれども、まあ、これ海面水温の低さがね、台風12号大間 S に発達したとしても、それほど強い勢力の台風にはならない、一つの条件なのかなという気はいたします。まあ、もちろんね、台風発生の条件というのは海面水温が高いだけではダメで、まあ、毎回申し上げているようにですね、対流圏下層で低気圧性稼働、回転力があること、上空と地上付近の風の差、延直視野が小さいこと、そして、台風の対流圏中層が湿っていること、さらには台風の気流の空気が乾燥していないことなどのですね、条件も重なって初めて、台風として成長発達してくるということもあるんですが、まあ今後警戒は必要になってくるのかなというところですね。そしてで、このウィンディのですね、GFS モデルの気象モデルのベースとなっているこの GFS モデル、トロピカルテビットというサイトになるんですが、こちらでも確認をしてまいりましょう。8月20日本日の午前3時から見ることができます。で、ご覧いただけるでしょうか。やはり同じ位置ですよね。米軍、それから気象庁の衛星画像ひまわり、そしてウェザーニュースさんが発表した熱帯低気圧のある位置とピタリドンピシャで一致する、この中心気圧1000ヘクトパスカルの気圧をご確認いただきます。ちょっとどういうわけだかね、今日は8月22日の午前9時までしかね、ちょっと更新して読み込んでも表示されないんですが、まあ台風12号大間 S の卵らしきこの熱帯低気圧ですね、熱帯低気圧の移動は見ることができます。ですからやっぱりね、8月22日になるとですね、このように南西諸島ですね、
沖縄県と先島諸島の間に中心気圧997ヘクトパスカルの台風12号、大マイスに発達する可能性の極めて高い等圧線の存在を確認することができます。台風速報。ということで、一覧のですね、台風12号卵らしき熱帯、低気圧の一連のですね、最新情報をお伝えしてまいりました。まあ、今後ね、どうなるか、ちょっとわからないんですけれども、まあ、一つ間違いなく言えるのはですね、ウェザーニュースさんが発表したように、熱帯低気圧はもう間違いなくフィリピンの東の海上にあるということですね。で、この熱帯低気圧が GFS モードでは日本海側にですね、成長発達、大きな強い台風にはなっていかないものの、日本海側ですね、日本海側にこのような形でですね、移動していくという予報が出されていますということをお伝えしてまいりました。まあ、この通りになるかどうかは予報なんでわかんないんですけれども、やはりですね、今後の動向には、十分に注意されてください。台風の予報なんてのはね、もう一日経つともうガッと変わるので、常に最新情報をですね、こまめにチェックされることをお勧めします。台風速報チャンネルはですね、気象庁よりも早い予報を、まあ、予報と言っちゃダメだな。気象庁よりも早い、台風に関する最新情報をですね、速報で、出してまいります。台風の動向が心配で夜も眠らない方はですね、一つの参考の目安としてですね、ぜひチャンネル登録の方をしていただければと思います。私からは以上になります。台風速報。早速、アビリピエイテッドパシフィックウエスト 3.65 メートルという高さになるので、くっきりしだしてきてますね。で、こちらも Google マップで出しました。それではまずですね、衛星画像から見てまいりましょう。午前1時半、昨日19日の、